今日開かれた大阪府の教育委員会の会議で話し合われた不立高校の倒廃合問題府の条例では3年連続で定員割れし改善の見込みがない不立高校は再編整備の対象になると定められています会議では志願者が減っている工業高校を対象に東大阪市の布施工科高校と上等工科高校を募集停止とし新たな工業高校を設置することや 大阪市福島区の西野田工科高校の募集を停止し西成区の今宮工科高校に機能統合する方針案などを決めました3校とも再来年度から募集を停止するということです 仕方ないと思います。もう今は子どもさんも少ないみたいだし、でも近くの学校がなくなるとのはちょっと寂しいですね。いろいろ迷って今通ってた高校を決めたので選択肢が減るっていうのはちょっと悲しいな。今後議論を経て11月に正式決定する予定です。